こちらスネーク。大佐、聞こえるか？了解だ、スネーク。状況はどうだ？やはり地上へのルートは中央の昇降機だけらしい。そうか。予定通り昇降機を使って地上へ出るしかないか。くれぐれも見つからんようにな。何かあれば無線連絡をくれ。周波数は 140.85 だ。質感はゴムに近いが、様々な有毒化学物質を遮断する素材で作られている。そしてスーツ内には各種センサーも埋め込まれている。軍で研究中のスマートスキンだ。各部位のダメージや出血量が血中のナノマシンと相互に情報交換され、フィードバックされる仕組みになっている。内臓が圧迫されてるが。心配するな。体内の各臓器を圧縮して機能促進と保護を図っているのだ。フォックスハウンド部隊ではスカルスーツと呼んでいる。スカルスーツ？ドクロスーツか。ソコロフならもうここにはおらんよ。ぶつからものを出すな。酒がまずくなるだろうが。あんた例の侵入者だろ。さすがは資本主義の犬、人間の礼儀を知らん。お前は私を知らんのか。それでよくエージェントが務まるな。まあいい。私はアレクサンドル・レオノビッチ・グラーニ。一言で言って偉大な男だ。スネーク。その呼び方はよしてくれ。そんな格好をするのは娘の結婚式だけかと思っていた。今は何を？私は今国連安保理の補助機関に席を置いている。 PMC 査察委員会の分析評価部門だ。何年か前に決議を通ったやつ。スネーク、私はそこである情報を耳にしたのだ。スネーク、ありがとう。